まあ、こちら、前景ですね、国際宇宙ステーション、非常に大きいですね、あの宇宙にある、宇宙実験研究施設ですね、宇宙にあるすごく大きな研究施設です。はい、これがですね、あの希望の内側から見た、エアロックですね。このエアロックを出し、まあ、二重のドアがついていまして、あの、船内から船外のものを運び出すことができるんですけども、もう、まあ、軌道上から地上と衛星通信で結びまして、さまざまなこう、更新イベントをさせていただきまして、まあ、非常にこう、私自身も楽しませていただきまして、縄跳びが何回飛べるかとかですね。あの宇宙服ってどのくらい重いんですか？あの無重力なので宇宙服に、まあ、宇宙では重さはないんですけども、ただまあ地上ですとだいたい100キロから150キロの間ぐらいの非常に重いものですね。金井宇宙飛行士はまた宇宙に行くんですか？正直宇宙また行ってみたいなと思います。でやっぱりですね、宇宙は面白い、あの何でもプカプカ浮きます、自分の体もプカプカ浮きます、ね、あの宇宙実験も非常に面白いんですけども、やっぱり宇宙から見る地球っていうのはとっても綺麗ですね。ですから、あのぜひ将来宇宙行くことを僕はお勧めします。はい、本日は国際宇宙ステーション希望利用の成果の一環として金井飛行士のミッションの概要を報告させていただきます。さて、金井宇宙飛行士は医師出身であり、その経験を生かして健康長寿のヒントは宇宙にあるをテーマに ISS 希望日本実験棟などでさまざまな実験を実施しました。今年3月、我が国が東京で主催しました第2回国際宇宙探査フォーラム ISF2においては軌道上から生中継でメッセージを発信いただきました。この ISF2 では45の国や国際機関が参加をして共同声明や国際宇宙探査に関する東京宣言に合意できましたが、金井宇宙飛行士は ISF2 の成功にも大いに貢献いただいたと考えています。国際宇宙ステーションに到着しますと、すでに軌道上で活動している3人の宇宙飛行士に、迎え入れられまして、まあ、こういった形で6人体制で作業を始めます。まあ、着いた翌日からですね、早速いろいろな、宇宙実験といった作業を仰せつかりました。されています。こちらはあのアミロイド実験と申しまして、まあ、これもタンパク質の結晶と同じようなものなんですけども、難しい病気で、アルツハイマー病とか糖尿病とかなかなかこう原因が分からなかったり治療法が分からないような病気の原因を究明するためのそういった実験を行っております。これより第2部は私柳田さやかが金井宣茂宇宙飛行士、そして佐向大地フライトディレクター、中村大地フライトディレクターへインタビューを行わせていただきます。地上管制官が、宇宙ステーションの運用をしているんですけれども、実はその運用管制チームというのが世界中にいます。もうここにもあるようにもちろん日本にもいるんですけれども、まあアメリカ、NASA ですとか、まあ、ISA、ロシア、そしてカナダにも各国に管制室があります。そうですね、あの私はもともと外科医をしてたんですけども、手術がうまくいくかどうかは準備次第、準備8割で手術の成否があの決まったようなものだと思ってます。で宇宙飛行をやってみてこれも同じだなと思いまして、事前の訓練ですとかそのミッションの前のですね、準備が一番大事だったんじゃないかなというふうに感じます。長いミッションですので、まあ、一度や二度はやっぱ間違いをしてしまうこともあるんですね。ただそれを正直に言うっていうのがやっぱ一番まあ大事かなと思います。でそうすることに、じゃあ次こうしましょうとかっていうミッション中でもこう改善していける、そんないいチームワークを築けたと思ってます。
宙飛行士とかになるために一番大切なことは何ですか？はい、宇宙飛行士はですね、一人では仕事ができませんね。管制官と協力しないといけないですし、宇宙飛行士同士、協力しないと宇宙での仕事は成功できません。でそのために必要なのはチームワーク、お互い助けてあるいは助けられて、そういった中で仕事をしています。ですので宇宙飛行士になるために大切なのは自分の身近にいる人を助けてあげる、そういう優しい心です。そして皆さんの周りにいる身近な人は誰でしょう？わかりますね。はい、お父さんお母さんです。いいですか？宇宙飛行士になりたい人はお父さんお母さんを手助けして、お手伝いをしてあげてください。それが答えです。ここからの、トークセッションはですね、金井さんがISS でやられた実験の一つについてお話をします。宇宙で生活をしていますと何もしないと筋肉や骨がどんどん弱くなってしまいますから、実は宇宙飛行士毎日2時間から2時間半くらい体力トレーニングをしないといけませんですね。で今金井さんが言われたように宇宙に行くと体が弱ってくるよ。じゃあそのメカニズムをきっちり調べてあげて、遺伝子とかそういったものが分かると何らかの対策が取れるんじゃないかというところが狙いになります。ちょっと開けていただいて、はい、これが中になるんですけど、この中で一つのケージ、個室で一匹のマウスを飼育することになります。で右側の方がもう今まさに餌をこう噛みついてるんですが、くるくる回ってるのが分かると思います。マウスが宇宙で飼育をされている状態で、手足よく見ていただければいいんですけど、地面というかケージの底についてないんですね。でというのは当然浮いてるからなんですけども、結果的に負荷がかからないので、やはり筋肉とか骨とかが衰えていくということになります。宇宙は厳しいストレスの環境にあるんですけども、そこにですねさらにストレスに弱い、環境由来のストレスに弱いエナルツ遺伝子基質マウスというのを送って、弱いマウスだったんですけども、すごく頑張って全員帰ってきたというのが、遺伝子をノックアウトしたマウス、病態のモデルマウスを宇宙に送って全員無事に帰ってきたのは、これは世界で初めて、アメリカでもヨーロッパでも成し遂げられなかったことを今回のミッションで成し遂げました。ですけども、このセッションでは今後のですね、有人宇宙活動ということで、もう少しですね、広い意味での宇宙の中で本当にどういう宇宙飛行士の活躍というのが今後あるのかといったところをちょっと話したいと思います。で今ここに出しているのが日本のシナリオですね。 NASA アメリカと協力するにあたって、一つは希望モジュール、我々実績あるので人が住めるモジュールを月の周りに作りましょう。それからコウノトリ、宇宙に物を運ぶ技術があるのでそれを使って、補給技術を、やりましょう。こういうですね、その地球から非常に遠く離れたところに人がこう活動する拠点を作っていこう、これは僕たち、人類にとってですね、本当どういう意味につながっていくんでしょうか？皆さん最近の宇宙関係のニュースご存知ですか？はやぶさ2ですね。もう月なんかよりももっと遠くの小惑星あるいは別の天体にですね、人類は、宇宙船を送ってですね、宇宙探査を行っています。で今は無人でしか行けないような遠くの惑星、火星であったりとか小惑星も、いずれはですね、人が自分たちの手で探査をするような時代が来ると思います。そこで必要なのが、昔アニメの主題歌でもありましたね、星は宇宙の停車駅なんだ。ご存知なのはお父さんお母さんの世代でしょうか？そういったことでですね、月が実はさらにその先の火星であったりとかその他の天体を調べていくための、最初の停車駅になるんじゃないかなと、そういった期待を抱いています。で宇宙っていうのは本当に一部の限られた宇宙飛行士であったりとか、組織が開発するものではございません。宇宙っていうのはみんなのものです、ね、今日会場に来てくださっているお子さんたち、将来宇宙を舞台にきっと大活躍してくれると思います。そして近い将来ですね、
そう遠くない将来に、まあ、宇宙旅行のようなそういったビジネスも花開いてくるかと思います。そのために皆様お一人の、ご支援が何よりも大事だと思いますので、引き続き日本の宇宙開発に温かなご支援いただきますようどうぞよろしくお願いします。カナイミッションの素晴らしさ3つの S で締めたいと思います。一つはもうサイエンスですね。いろいろな形でこの健康長寿を実現するためのサイエンス科学実験を本当に素晴らしい成果を出している、それが一つ。二つ目はやはり私としてはすごくこう注目して見ていたのは、スペースワークのね、スペースウォークの船外活動です。実は日本人の JAXA の宇宙飛行士で長期滞在と船外活動とロボをね、3つ最初の飛行で果たした人はいないんです。これます。そして3つ目、これは、おそらく今日来ていただいて皆さん納得してもらえると思うんですけども、打ち上げの時、それから帰ってきた時、ハッチが開いた時のもうカナイスマイルですよね。本日は遅くまで、聞いていただきまして本当にありがとうございました。このカナイ飛行士帰国報告会、これで閉会としたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。